初めてのナレーターですけれども頑張ります。はい、皆様こんばんは。マカロン戦からのアイドル、マカ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 ロン、マカ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 ロン、どうもマカロンです。今日は皆さんにマカロン戦にはいない生き物ハリネズミさんについて、ご紹介したいと思います。ハリネズミさんっていう生き物はなんか背中にいっぱい針が生えてて、お腹ふわふわで足が4つある生き物なんですよ。かわいい、かわいいんだけど、マカロンのかわいさより負けちゃう。今映ってるのがこの子が、ひなみちゃんっていう女の子です。ひなみちゃんはすごく礼儀正しいっていうか、やっぱりアイドルの中で盛り上げ役担当っていう感じですかね。で、奥に映ってるのがボスさんっていう女の子のハリネズミさんです。二人ともかわいい。あ、ちょっと待って、ひなみちゃんが回し車になるの、ちょっと見てみて。みなみちゃんの回し車回すところ見てみたい。それ見てみたい。はい、みなみちゃんが回すところぐい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 見てみたい。どうもあるの、ちょっと悲しいんだけど、でもやっぱりね、自然の生き物だからさ、あんまりねマカロンが手出してできないと思うんだよね。後ろのね、ほらボスさんが鼻をクンクンしてるでしょ。ああやって周りの情報を知ろうとしてるんだって。すごい可愛いんだけど、ボスさん、みなみちゃんがすごい可愛い。お尻が、でも、回らない、回るかな、回るかもしれない。ほらみんな、注目。はい、いいですか。みなみちゃんが回りませんでした。まあ、お年頃だからさ、しょうがないかもしれないよね。ちょっと待って、ご飯食べんじゃないこれから。食べなかったご飯。どんだけ私振りますのよね。ちょっと待って、いなみちゃんね、ご飯食べないの？美味しいご飯あるのに。マカロンちょっと見てみたいです。左にいるね、ボスさんもね、ずっと私のマカロンの方、てるの。私変な人だからしょうがないかな。私変な人かな。変な人かな。ね、取り乱しました。あ、みなみちゃんがまたこっちに来てくれた、嬉しい。もしかしてご飯食べてくれるんじゃない。かわいい、みなみちゃんの顔見せてほしいんだけど、見せてくれるかな。見た、かわいい、ちょっとね、癒し、マカロンにとっての癒し、みんなにとっての癒し、かわいいんだけど、ちょっと待って、回し車乗ってくれるの、嬉しい、見たい、こんなのね、あれ、ご飯食べた。ちょっと待って、本当に夢川なんだけど。このかなりかわ、かなりさって言っちゃった。かわいさにはかなわない。デュエルスタンバイ。ちょっと私負けるわ。ブルーアイズ並みの破壊力。なにこれ、アルティメットドラゴンじゃないの。ねえ、やったもう。やばいわね。